窓ン機関銃はデンマークで開発された軽機関銃である。20世紀の初頭に開発された機関銃で設計当初から軽機関銃として開発されたものとしては世界最初のものである。窓ン機関銃の名は製造メーカー及びデンマークをはじめとして世界各国に採用を働きかけたデンマークの大臣の名にちなむ。本銃は 景気感銃と呼ばれる兵器の中で最初期のものの一つであり、世界の34カ国に広まった。また、80年以上にわたって、世界中の様々な戦争や紛争において、後半に戦闘に投入された。開発国のデンマークをはじめ、広く世界中の国や武装組織に投入されて用いられ、1900年代の初頭からメキシコ革命、日露戦争、 1> 第1次世界大戦、国境内戦、チャコ戦争、そして第二次世界大戦といった20世紀初頭から中盤までに発生した多くの戦争で使用され、第二次世界大戦後も多数の国や組織で装備され、続けた。21世紀に至っても、ブラジルの警察組織で現役で使用されていることが、2009年に撮影された報道写真で確認されている。 設計が行われたのは1880年代のことで、1864年の第二次、シュレースビヒホルシュタイン戦争において、特に激戦として知られる、トゥップル捕類の戦いに際して、数に勝る敵軍に対しては、防衛側が有利とされる陣地防御戦闘であっても、火力、特に不評部隊の個人火力に劣っていては、劣勢を免れない、という経験と戦訓を、 デンマーク軍が得たことに起因している。これに対処するためには、大砲の造成だけではなく、不評部隊の火力を増大させることが必要で、兵士が用いる小銃を連射できるものとする必要があるという結論が出され、自動連発が可能な小銃もしくは、小銃より多少大きく重い程度の連射火器の開発が急務であるとされた。上述の結論に基づいて、 デンマークにおいて開発されたものに、ファーサックス・リケル・ジェイバーとして開発された、半自動式の小銃があった。これは1883年、デンマーク軍の砲兵将校であったビルヘルム・エイチオー、マドセン大医によって発案され、国営兵器交渉賞の議官である、ユリアス・エーラ・スムスセンによって設計された。この、自己相談小銃は1886年に、試作品が、完成。 1887年には、デンマーク軍より試験用に70兆が発注され、1888年には、M1888 ファーサックスリケルジェイバーとして、正式採用された。この M1888 が、半自動式ながら、世界最初の自動小銃であり、世界最初の正式自動小銃である。1889年、 彼らの所得した特許は投資家によって買い取られ、この画期的な武器を製造するための共同事業体として DRS が創設された。W 窓ン自身は軍務のために事業からは離れざるを得なかったが、その参加の開発製造部門として1900年に設立された会社には出資し、窓ン車を設立した。1892年、デンマーク陸軍は、 洋裁防衛用兵器として M1888 の10発相談版式の相談数を20発断層式とした改良計を発注したが200兆の発注に対して86丁が納入されたのみである。1896年 M1888 に注目したデンマーク海軍は DRS に対し海兵隊用のカービン銃として M1888 を 軽量小型に回収し、10発相談の断層式とした新型小銃を求めた。この要求に対し、1899年に DRS の責任者となったテオドルショービュー中尉は、1888年式自己相談ライフルに独自の改良を加えていくつかの特許を取得し、ショービューにより改良された M1888 は、 M1896 ファーサックスリケルジェイバーとして採用された。M1896 は1896年に60兆がデンマーク海兵隊に納入され、翌1897年には海軍要塞の防衛兵器として50兆が追加発注されて納入されている。M1888、M1896 ともにその火力の高さは高評価であったものの、 実際に使用した陸軍及び海兵隊からは、相談数の物足りなさや、連続射撃時の耐久性の低さといった点が指摘され、小ビューは M1896 をもとに、小銃ではなく、機関銃として発展させた設計とし、1901年には新たな特許を所得した。同年、デンマーク軍事担当大臣に就任した WHO はこれを採用するよう、 働きかけ、小ビューの設計した機関銃は1902年にはデンマーク陸軍に採用された。窓ンはデンマーク以外の各国にも積極的に採用を働きかけ、この軽機関銃は製造会社名、さらには各国に採用を働きかけるために積極的にセールスを行った窓ンにちなんで窓ン機関銃と名付けられた。窓ン機関銃の作動サイクル図。 窓栓機関銃は他の自動火器に用いられない珍しくてより精巧な作動機構を持っている。本銃は半導利用の閉鎖システムとヒンジ様のボルトを融合した機構を使用する。これは P ボディ・マルティニー小銃のレバーアクション式薬室閉鎖装置に習った構造であった。この半導利用方式はショートリコイルとロングリコイルを混用した機構を採用している。 実砲の発射後、最初の反動の衝撃は、重心、バレルエクステンション、ボルトを後方へ駆動させる。ボルト右側面に設けられたピンが、機関部右側面に装備された、作動用カムプレートの溝に沿って後退する。12.7mm の移動の後、ボルトはカムにより髪型へあぐ。これは、反動利用のうち、ショートリコイルの部分に相当する。 重心及びバレルエクステンションは、薬莢及び弾頭の全長をわずかに超える点まで後方への駆動を続ける。これは、反動利用のうちロングリコイルの部分に相当し、本銃の低い発射速度の原因となっている。ブリーチが露出した後、重心下部に装着されていた変わった形のレバー様をしたエキストラクター兼エジェクターが後方へと回転する。これは、 空薬莢を抽出し、機関部底部を通して排斎やする。それから、ボルトの作動カムは、ボルトに下側のピボットへ面するよう圧迫し、ボルト左側面の弾薬供給口と薬室が一列になるよう並べる。ボルトと重心が前進して元へと戻る間、バレルエクステンションに装備された球団レバーは、前方へと回転し、新しい弾薬を装填する。 1928年のノルウェー兵士1名が窓ン機関銃を携行している。本銃は生産コストが高いとされていたが、信頼性も有名であった。窓栓系機関銃は第一次世界大戦の前後に12の異なる光景で34カ国に販売された。 また軍閥が勢力を展開した1916年から1928年にかけての中国大陸で戦闘に用いられた。本銃はロシア帝国軍に広く用いられた。ロシア軍は1250兆を購入し、日露戦争中に投入した。ドイツ帝国軍は1914年に 7.92mm 後継仕様の本銃を用いた。装備部隊は不評中隊。 山岳部隊後期には突撃不評であり、これらは第一次世界大戦中に実戦投入された。本銃は1920年代と1930年代初期にパラグアイにより購入された。この国はグランチャコ地域に対するボリビアとの領有問題について静かに戦備を整えていた。この景気感銃は1932年から1935年に かけて戦われたチャコ戦争で、パラグアイ軍に使用された。戦争開始時、約400丁が配備されており、戦争の進行に伴って、さらに多数の軽機関銃が購入された。ブラジルは1930年代後期に、イタリアから約23両の CV-35、短決定を導入したが、大多数の車両は、合計 7mm の連装窓線軽機関銃で、武装していた。 1940年4月から6月、ドイツ軍によるノルウェー侵攻作戦の段階でも窓ン機関銃は未だにノルウェー軍の標準的な軽機関銃として運用されていた。6.5X55mm 弾を使用する M22-3500 丁がノルウェーの防衛に用いられた。1940年までに各ノルウェー付評分隊は1兆の窓栓機関銃を 割り当てられた。この武器は以前別々の機関銃分隊に集められていたものである。ノルウェー軍の不評大隊は36丁の窓栓、軽機関銃及び9丁の M29 重機関銃を標準装備として保有した。しかし、窓栓軽機関銃は数発の射撃で作動不良を起こす傾向があり、ノルウェー軍兵士には好まれず、こうしたことから、 ジョンフリューマドセンというあだ名がついた。六角されたマドセン軽機関銃は戦中を通じてドイツ陸軍の2009部隊に使用され、またデンマーク陸軍は1955年まで最後のマドセン軽機関銃を退役させなかった。合計6 5ト、mm、ルのマドセン軽機関銃は戦艦機の終わりまで王立オランダ領東インド諸島軍の標準的な機材であった。 何丁かは捕獲され、東インド諸島の陥落の後、日本軍によって使用された。アイルランドは合計24丁の窓戦機関銃を保有した。これらはすべて303口径であった。これらの計器はランズベルクエル60系戦車、リーランド装甲車、ランズベルクエル180装甲車及びダッチ装甲車に装備された。 1950年代になると、アイルランドの各部局に残されたこれらの武装は、ブローニング M1919 重機関銃に、換装された。ポルトガル植民地戦争1960年代、および1900、窓ン系機関銃の運用の一つは、オートメトラルホドーラ・ダイムラー44モット、会、64装甲車の代用武装であった。これは、ダイムラー偵察者に、 砲頭に似た構造を追加して回収したものである。ブラジルでの継続使用、マドセン機関銃は、ブラジルのリオデジャネイロ州に配備された、ミリタリーポリスによって使われ続けた。魂は7 6 2ト、mm、ルのナトウ弾である。一部の銃は、麻薬密売人から押収されて任務に流用された。しかし、ブラジル警察は用いる。 窓ン軽機関銃の大部分はブラジル陸軍から来たものである。これらは30口径の兵器であるが 7.62mm、ナトウ弾に適合する要介集が加えられている。公式な発表では、ブラジル軍は1996年に窓ン軽機関銃を退役させたとしている。ブラジル警察の銃も2008年にはもっと現代的で高い発射速度を持つ銃に更新された。 しかしながら、2009年10月19日、ブラジル警察と麻薬密売人との衝突の最中に撮られた写真は、鮮明に窓線系機関銃がブラジル警察によってまだ使われていることを示した。ありがとうございます。